ミヤモンの戦術解説ということで、はい、ミヤモン先生、また今日もよろしくお願いします。こちらこそ。こちらこそ。これそのまま使うね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。はい。じゃあ、今日はどんなプレーを解説していただくのでしょうか。今日は、はい、サンロッカーズ渋谷と、なぜ僕がこれを着てるかですね。なるほど。サンロッカーズ渋谷のプレーをピックアップするから、今日はそれを着てると。いえ、それを守ってる秋田ノーザンハピネッツのプレーをピックアップします。守り？はい。ディフェンス？あ、ちょっと分かりにくいと思うんですけど。ディフェンスのプレーを今日はじゃあ、はい、ピックアップするんですね。はい。で、今回これをピックアップさせてもらった理由が、うんうん、まあやっぱり、まあ、そのあんまり言いたくないんですけど、うん、やっぱりどうしてもその、日本、バスケ、うんうん、バスケで日本元気に、はいはいはい、意味で、まあ、いろんな環境がある中で、うん、秋田ノーザンハピネッツの、すごく僕はエナジーに、すごく感銘を受けたっていう部分もありますし、一人の選手の存在の大きさを感じたゲームが行われたなっていうのをすごく思ったので、この秋田ノーザンハピネッツの、しかもディフェンス、ディフェンスってやっぱりどっちかっていうとなんかね、こう我慢とか、こう苦しい忍耐とか、そういうイメージがあるんですけど、そういうこう耐える、部分ももちろんあるんですけど、うん、そういうところにも、こう、工夫とか、っていうのが、すごく今の、こう、環境とか、はい、僕らの、こう、与えられてる、この時間と重なるかなと思って、はい。ピックアップしたいなと、思いました、はい。はい。で、そのシーンが、ゲーム2の、3月15日の、ゲーム2の、7分30秒ぐらいからの、第1クォーターです。第1クォーターの、はい、残り7分30秒でしょ。はい。うんぐらいからのシーンになります、はいはい。ちょっとこれをまたボードの方で解説していきたいんですけども、黒文字がサンロッカーズ渋谷、はい白文字が、秋田ノーザンハピネッツ、はい、でディフェンスをしてまして、はいまあ、流れの中でコーンズセットっていうんですけど、このこういう A の文字になってる、まあ、角っていう意味なんですけど、これね、はい、これね。まあ、それを使わない、それじゃない場合もあるんですけど。はい、すいません。すいませんでした。すいませんでした。チームによってこのコールは間違いないんですけど。すいませんでした。はい。なんですけど、サンロッカーズ渋谷は流れの中で、このホーンズセットの形になっていきます、うん。で、ホーンズセットは本当にいろんなバリエーションがあって、すごく使いやすいプレイで、日本代表も確か使ってたと思うんですけど、まあ、で、サンロッカーズ渋谷は、まあ、簡単にまずサンロッカーズ渋谷の動きを解説しますと、はい5番サイズ選手が、ピックアンドロールに入ってくると。はい。で、そのまんまこれがスリップって言って、ディフェンスの状況によりけりなんですけど、まあそれはちょっとこの後、秋田の話で解説しますけど、行ったふりして、ゴール下に抜けると。ピックアンドロールに行くふりをして、はい、急に方向、進行方向変えてゴール下にダイブするみたいな感じね。はいうんうんうん、で、そうすると、何がしたいかっていうと、このスペースを、まあ狙いたいわけですよ。はいはいはい、で、いつも通りちょっと分かりにくいです。このクロポチがボールなんですけど、そうするとここにボーンって入ると、一発でゴールですね、はいはいはい。で、基本的にこのコーナーの方に、選手が配置されてるんで、このエリアは空くんで、まあ例えばですけど、これで、こう、ここにボールがボーンって入ってしまって、ここに、寄ってくると、この3番のスリーポイントが空いてくるとかなるので、基本的にその危険なエリアが、広くスペースを取ることによって、危険なエリアがいろいろできてくる。はい。で、秋田ノーザンハピネッツは、対してどう守るかっていうと、基本的に、ピックアンドロールの守り方を、ショーハードとかハードショーって言うんですけど、こうサイズがセットしたら、これカディム・コールビーが、マッチアップなんですけど、こういう風に、ドンって出るんですね。こうやって、出るので、でそうすると本来バスケットボールの原理原則として、ディフェンスはゴールとマークマンの間にいるっていう原則が崩れる。でそれを見越してサイズは、渋谷のサイズはスリップを選択するんで、ここにギャップが生まれるんです、じゃあこの時にさっき言ったようにここに入れたらもうアウトなので、じゃあこれをどうするかっていうと、秋田のディフェンスがチームディフェンスとして、すごく統一が取れてて、この3番のところが古川選手なんですけど、この古川選手が、ゴール下のこの危険な使いたいエリアですね、渋谷が。に対して、ピックアンドロールにサイズが行って、コールビーが、ハードショットに合わせて、古川選手もここに出てくるんですよ。で、これをタグとか言ったりするんですけど、
で、これによって、サイズ選手がスリップで入った時に、うん、古川選手がいるんで、うん、ここのパスコースが消えますよ、うん。出したらすぐカットされるかもしれないし、最悪の場合、テイクチャージって言って、チャージングをこうもらって倒れるプレーがあり得るので、ここにパスを出せなくなる。はい、でそうすると、まあ、次の選択肢を選ぶので、この瞬間、次、ケリー選手。ケリー選手。はい。ここにボールが入るんですね。はい。ボールが入ると。はい。で、その瞬間、まあ、コールビー選手は一生懸命戻るんですけど、この瞬間、古川選手も、全速力でこっちに戻るんですよ。はい。まあ、これチェックバックと言ったりするんですけど、チェックバック。できて、すぐ下がるという、言ったりするんですけど、それによって、まあ、ノーマークの時間が、作られにくくなる。はい、ここでダイブしても、要はこういう風に被さっているので、ノーマークができない。で、その後、今度、このサイズ選手が、これ、渋谷じゃないとなかなか見れないと思うんですけど、あの、外国人でピックアンドロールに入るんですよ。まあ、要は、ハンドラーにショットの力があったりとか、まあ、ドライブの力があればできるからね。ケリー選手は、要はスリーポイントも打てるし、ハンドルも上手いので、で、それで、まあ、ここ怖いじゃないですか。で、出てけなくて、コールビー選手が、このまんま。確かにそうだね。待ってるんですよ。あんまり、ちょっと離れた状態みたいな感じになってるもんね。で、多分これは、秋田の失敗っていうか、あの、穴を狙ってるっていうか、外国人、外国人のピックアンドロールはあんまり練習してないんだと思う。だから、これは待ってるしかなくて、ゴール下をコールビー選手が、まあ、リスク管理、マネジメントで、ここを守ってた方がリスクが少ない。っていうのに対して、ケリー選手がこのピックを使った時に、古川選手なんですよ。また。チェックバックで出てくるんですよ。で、そうすると、このスペースないんで、ピックアンドロールも成立しない。成立しないですよ。でもこの選手ノーマークなんですよ。はいはいはい、はい。で、ケリー選手がボールを、これは映像を、その、第1クォーターの残り7分40秒ぐらいからを見てもらいたいんですけど、ボールを要はパスに変えようとして、マークマンが戻って、ハビエル・カーター選手が出てるんですよ。来た時には、またチェックバックでこうやって戻るんですよ。だからこの図ではすごくわかりにくいんですけど、こういう風に何度もポジションを移す。ヘジテーションとか言ったりもしますけど、ことによって、このディフェンス、実際ケリー選手がこういうスリーポイントで外れるんですけど、このディフェンスを成功させる。このディフェンスの成功の裏には、まあ、古川選手だけじゃないです。チームでやってるわけですね。はい、チームとして、でもその中で、古川選手が何度もこうポジションを細かく変えて、見えにくいところでディフェンス、オフェンスか、オフェンスに対してプレッシャーをかけ続けたことによって、このシュートが外れるっていう、なるほどね。ところまでの、あの、ストーリー性が、あの、完成する。はい。小さな努力の積み重ねが、こうやって、一つのシュートを外すプレーにつながるっていう代表的なシーンだったと思います。すごいね。はい、で、こういうのがやっぱりバスケットボールにとって得点を取り合うスポーツで、やっぱり相手の得点を少しでも抑えてくるっていうことに、まあジャブでこう繋がってくるので、まあこういうことを中断期間、2月の終わりから3月の14日まで中断してて、非常に選手もメンタル的にコントロールが難しく、コンディションを整えるのもおそらく難しく、ヘッドコーチもどういうふうに向き合うのかっていうのが苦しい状況の中でも、こういうプレーをチームとして個人としてやってきた秋田ノーザンハピネッツは、まあ、このゲーム負けてしまうんですけど、最終的にすごく本当にこう評価するべきチームの一つだったなっていう、ゲームだったので、はい、今回ピックアップさせていただきました。はい。はい、ぜひ、このシーンは、すごく地味なんですけど、はい、見返してみてほしいなと感じるシーンなので、はい、お時間がある方は、はい、多分皆さん時間があると思うので、はい、ぜひ、3月15日のゲーム、見返してみてください。はい。まとめましたね。はい。終わりましたね。いろいろ僕聞きたいことあったんですけど、聞く隙がなかったですね。質問はございませんか？でしたら私の回答は以上になります。言ってもさ、はい、古川選手のさ、はい、マークしてるマークマンの広瀬選手は、スリーポイントシュートもあるわけじゃないですか。そうですね。そこをケアしつつも、はい、こう、ね、インサイドまで入ってきたりとか、はい、バックコート側の、はい、選手を、こう、マークしたりとかっていうところで、はい、それなんか、ルールっていうのはどのぐらい決まってんのかなっていうのはすごい気になったんだけど、ルールは、おそらく逆サイドの細谷選手があまり動いてないので、
こっちの一番の選手ですね、うんうんうん。なので、多分この辺に細谷選手いるんですけど、うんうん、おそらくここ、要は、フェイントをまたげとか、うんうん、そういうのは決まってると思う。うんうん、で、来たら、見せろとか。うんうんうん、でも、古川選手がすごく感じる、僕が見た中で感じるのは、うんうん、その、おそらくチームで求められてないところも、自分で危険だと思ったところは、ね、うんうん、ちゃんと顔を出す。じゃあ、すぐ戻るっていう。うんうんうん、もうそれによってさ、広瀬選手にスリー打たれちゃうっていう可能性もあるわけじゃないですか。はい、あるんですけど、うん、そのバスケットボールすごいのってボール1個しかないじゃないですか。うんうん、だからボールが例えば、うん、ドリブルで離れて下についてるときって、うん、パス絶対出ないんですよ、うん。絶対出ないね。その時は出てるんですよ。うん、なるほどね。戻ってきた時には下がるんですよ。すげえな、それ。っていうのを繰り返してるんです。すげえな、細かく見るとね。うん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 、で、こういうのって本当にやっぱり、うん、やれって言われて、やることではなくて、うんうん、気遣いとか、うんうん、その、自分自身の配慮とか、うん、そういう、何ですか、こう、見せることによって、チームを助けることが、こう、肌感覚でわかるというか、うん、もう言葉を超えた部分だと思うんですよ。なるほどね。あいつがやってくれてるから、うんうんうん、俺も頑張るんだって外国生が感じるだろうし、うんうんうん、そういうことをやっぱりやってくれる選手が一人いることによって、今、あったのオザンハピネスって、うん、チームとして勝利数は伸びてると思いますけど、うんうんうん、CS 圏内とかには入ってない、ね、残念ながら、うんうんうん。でも、今年の秋田のハピネッツの進化っていうのが、うん、もうこのシーンを見るだけでもやっぱり分かるなって思うし、なるほど、これを見た、はい、若手の選手、コーラ選手とか、長谷川昇とか、うんうん、西野選手とかっていうのは間違いなく感じることがあると思うので、ね、そういう文化とかカルチャーっていうのは、うんうんうん、秋田のハピネッツの中で成熟して受け継がれていくなと思うので、うん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 、ぜひ。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあぜひ皆さんも、3月の15日の日曜日のね、はい、秋田と渋谷のゲーム2の1クォーターの残り7分30秒、はい、40秒ぐらい、はい、うん。から見てみてください。はい、じゃあ宮本先生、今日はありがとうございました。はい。本当こういう時だからこそ、うん、まあディフェンスに着目してほしいなと、うん。そうね。はい。はい。するので。じゃあまた来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。